サンシティは、南アフリカ共和国北西州にあるリゾートである。トキの橋首都のツワネ首都市圏から車で2時間の位置に、あり、岩と、サバンナが広がる、マガリースバーグ山地のふもとの、小さな町、ルステンブルクの近くにあり、ピラネスバーグ国立公園と境界を接する。サンシティは、南アフリカのホテル界の大建物で、ホテル、不動産グループの、サンインターナショナルを一代で築いたソル・カーズナーの手によるものである。彼は、サバンナの中にリゾートホテル、遊園地、ゴルフ場などからなる、白人専用の一大娯楽地域を建設し、1979年12月7日にオープンさせた。当時この地域は、南アフリカ政府のアパルトヘイト政策の過程で誕生したバントゥスタンの一つ、ボプタツワナに属していた。ボプタツワナは南アフリカ政府によって独立させられていたため、サンシティでは南アフリカ国内で禁じられていたモラルに反した娯楽、例えば賭博やトップレスレビューなどが合法的に営業できた。これらの要素、及びプレトリアやヨハネスブルグなどの南アフリカ最大の大都市圏から近距離にあることから、サンシティはたちまち白人たちの休日や週末のための行楽地となった。カジノは多くの人々をサバンナのただ中のリゾートに招き寄せ、6230席の大コンサートホール、サンシティスーパーボウルでは、クイーンやエルトン・ジョンといった白人の大スターを高額の出演料で呼び寄せて連日公演を行った。しかしサンシティは1985年に反アパルトヘイト活動の的となった。Eストリートバンドのギタリスト、スティーブ・バンザントは自身の組織する音楽業界人の政治活動グループ、アパルトヘイトに反対するアーティストたちの活動の中でサンシティをアパルトヘイトの象徴として取り上げ、シングル、サンシティを発売した。当時目新しかった、ヒップホップアーティストと、白人ロックアーティストが多数参加した、ロック R&B ヒップホップのミクスチャーソングで、リンゴ・スター、ボノ、ブルース・スプリングスティーン、ボブ・ディラン、ランディ MC、メリー・メル、アフリカ・バンバータ、カーティス・ブロー、デイビッド・ラフィン、ビッグ・ユース、パット・ベネター、ピーター・ガブリエル、エディ・ケンドリックス、ジョージ・クリントン、ジョイ・ラモーン、ジミー・クリフ、ホール&オーツ、ボニー・レーット、ルー・リード、ザック、スターキー、ジャクソン・ブラウン、ピーター・ギャレット、ピート・タウンゼント、他合計49人、組のアーティストが参加し、こんなリゾートでは演奏しないと歌い上げた。これら豪華ミュージシャンの参加は、当時大きなニュースとなった。アメリカでは、政治的に保守的なラジオ局などでオンエアを控えられるといった悪条件があったものの、ビルボードでは最高38位を記録している。ボプタツワナがアパルトヘイト撤廃後、1994年に南アフリカに統合されて、以降も4つの豪華リゾートホテルと2つの18ホールゴルフ場を抱えるサンシティは大勢の観光客で賑わっている。ゲイリープレイヤーカントリークラブは、ネットバンクゴルフチャレンジの会場となってきたほか、ミスワールドも1990年代以降何度も、ここで決勝が開催されている。また、第2次、コンゴ戦争の後の2002年4月19日のサンシティ合意もここで、アフリカ諸国首脳立ち会いのもと締結されている。ビーチロストシティパレス付近プレトリアから、ナショナルロード N4 をボツワナ方面へ向かい、ルステンブルクから R565 北西部へ向かう。ありがとうございます。